こんばんは、ガオ始まりました、スゴカフェです。イエーイ。今日はね、私ね、5時起きなのよ。5時に起きようと思ったわけじゃなくてね、顔でかじゃない、オーラがでかいだけや5時にね、起きようと思ったわけじゃなくて6時半に起きたかったんだけど、目覚めちゃった。よろしくお願いします今日も元気よく行きましょう。さあ、今日もこの方と一緒にやってきます。オム店長です。こんばんは。どうも、オムラです。こんばんは。どうもどうも。こんばんは。どうもどうも。しおさん、何、ご上機？ご上機なのよ。今寝た時間だ。なんでかって、朝からね、ちょっと男が来たからさ。なるほどね。うん。あー、例の例のって、例の男、男が、男家に来る予定あったから、ちょっと掃除しないとと思って。そっから掃除したんだ普通前日にすんべ。前日はさ、ボイトレ教えて疲れてたから、で寝て、寝て朝やろう、6時半に起きてやろう、掃除しようって。でその業者が来たのは何早くもね、業者8時早いね。いや、世間、ね、世間ってマジで早いと思った。いつも8時なんて寝てるんですよ、私。え、そんな早く来てくれるの、業者？そう、なんなら7時、ね、今日ね、エアコンの業者が来てくれた。男ってそっちかいっていう、そういうツッコミだね。警察だ、なんで来たかは違う、警察じゃ悪いことしてないのよ。警察だったの？違う。どこ？消防署？エアコンの業者が来てくれたんですけど。エアコンの業者かよ。洗ってもらったんだ。8時って早いじゃないですか。早いね、そんな早く来てくれるの？いや、マジで。でもみんなさ、それこそさ、あの会社行く8時、なんて言うんだっけ、始業、って言うんだっけ。だいたい9時とかじゃない、普通。9時なの？いや、マジで業者呼んだよ。1年に1回はちゃんとね、中の掃除をしなきゃいけないと。おお、なるほどね。そう、クーラー使うからね。そう、クーラー使うから。で、何年ぶりに洗ったの？やったことない。フィルターはやったことあるけどさ中のスプレーとかは自分でやっちゃダメなんだって。ああ、まあ業者頼んだ方がいいよね。そうから、やってもらったら、今日はドラゴンボールの T シャツ着てたら、ウーロン、プーアル、ブルマだったで、後ろにブルマと悟空、ブルマと悟空のセットなんだ。そう、セットのやつ。あ、なるほど。いいっすね、その T シャツって絡まれ、それいいっすね。いいっすね。てか、この部屋、男心くすぐる部屋ですね。なるほど。まあ、なんでかって、フィギュア棚置いてたりとか。ほうほうほう。あれ、ツイッターに載せたかな、 なんかに載せた気がするんだけど、とかドラクエとかドラゴンボールとかワンピースのフィギュアドーって飾ってるから。あとディズニーね。ディズニー、さっきね、まだ作ったばかりの頃の写真をね、お見せしてね。そう、どんな棚置いてんのっつってね。うん、結構マニアックだね。マニアックかな。なんだ、女性ってなんか男性でやってる人多いじゃん。うち、俺なんかもそう、なんかこう棚みたいに作ってさ、もう自己満足の棚みたいなさ。女性ってあんまりそういうの聞かないけど。女性なんか祭壇とか建てますよね、推しの祭壇。祭壇なの祭壇フィギュア棚。そう、推しね。そう、推しの祭壇作ってるじゃん。フィギュア棚だよね。そう、かっこいいね。違うよ、ゴミ、床はずっと見えてんの、エアコンの下よ、問題は。だから足の踏み場を作ったんでしょ、だからゴミだから。足の踏み場こう分けて、よく横に。デスクをの、あのエアコンの下にデスクがあるから、もうデスクはずらせないと。とりあえず物だけシュッ避けたわ、朝から。なるほどね。な、多分8時って早いから緊張して、多分5時に起きちゃったんだと思う。そうだね。そしたら、まあ、昼から私動かなきゃいけなかったから。で、しのさんの家の玄関からそのクーラーがあるところまでの動線作らなきゃいけない、まず、ね、私も一旦ね、こうやって、全部横に避けて、そうモーゼの10回作って、ちょっとカビが生えちゃってるのとか捨てなきゃいけなかったらね。まあ、もうそのままね、踏んでもらってね、そこはね、いろいろね。なるほどね。そう、そんな感じでございましてペットボトルが散乱してるけど、そう透明だから床は見えますよね、ペットボトルはね。なるほどね。そうか。そう。で、綺麗になった。めちゃくちゃ綺麗になった。びっくり。
あの枯れた観葉植物はやっと捨てたんだね。で観葉植物も持ってないね私ね。なるほど。そうそうそう、持ってないねそもそもね。しのぶさんの部屋すごいよね。グッズだよね。グッズですね。なるほど。そう、あさってまでは維持したいね。あ、今の綺麗さをね、床とかのね。いやもう明日限界でしょ。もう夜になったらね、ぐわってなっちゃうかもしれないしね。そう、朝からね早起きしたからね。なるほど。普段の私のさ、もう何時、まあ、4時間前ぐらいに起きてんだよ。ほう、すごいじゃん。からもうね、普段やったらもう寝る時間だよ、ね、あ、じゃあもう眠いじゃん。もう眠いのこっちは。全然だけど。おやすみなさい。逆にもう深夜テンションよね。おやすみなさい。そう、せめて今日のコンビニの弁当はゴミに捨てようね。今日は家でご飯が食べてる時間ないのよ、ずっと外にいるから。そうですよ。さっきね、焼肉連れてってもらった。何が食べたいかっつったらね、肉だっていうだからね。から後で、後でかいつかそのお肉の写真ツイッターにあげるね。めちゃくちゃいい絵が撮れました。そう、うん、ついでその後アイス食ってからね。うん、いやマジで、あのね、食べても食べてもね、お腹がね空いてんの。いや、すっごい食べるね今日。なんかすごい最近、ここ最近。なんでかって、ちょっと汚い、ご飯中の人いない、大丈夫、そんな汚い話じゃないけど、前の金曜日久しぶりに終電に乗ったの。金曜日の終電。ほうほうほう。金曜日やったらさ、飲みに行ってる人多いじゃないですか、うん、まあみんなお酒飲んでるわけよ。なるほど。電車内がね、うん、アルコールの匂いがすごくて。なるほど。それで酔っ払っちゃった。あのね、普通に酔った。その何、アルコール酔いとかでも電車酔いして、それからお腹がねおかしくて、マジでずっとお腹空いてんの。なるほど。まあそれが関係するかしないか分からんけどね。すごいカフェ赤字や。赤字だよ本当に。止めどないもんね。うん、領収書切ってもらってね。じゃあね、いや全然儲けよりも食う方が上がってるから。それはね、そう、まあ5年間やってますからね。6年ですよ。6年ですか、うん、6年間。まあ今日はねちょっとね、今日はちょっと仕事してもらったんで。そうだよ、そのギャラです。無限食い。だってね、もっと食べれたけど、オム店長がお腹いっぱいって言うからね。俺お腹いっぱいだもん。どこまで食べるのかなと思ってね。結構注文したよ。そう、から食えない食えない、やめたの。食えない食えない、大変ですよ。あ、デザートは食べたいなってことで別腹ね。うん、師匠には吉野家が。そうだね、頭の重り。今度吉野家で好きなだけ食べていいよ。吉野家はね、今ね麦とろ牛丼っていうのがある。それがね、美味しい。美味しそうじゃん。おにぎりいいね。おにぎり食べてるイメージ。おにぎり食う方だよね。おにぎり食べるイメージじゃん。実はそんな食べないっていうね。ご飯はあんま食べないんだよね。ご飯食べない。ひたすら肉食ってたよね。うん、3時に巻いてね。そう、びっくりするように食べます。おむ店長はお米食べるの。お米食べる。びっくりする。それ肉はあんま食べない。そんな食べてない本当に。そうなんですよ。そう、おにぎり実はそんな食べない。お米を食べないからね。なので半年に1回の焼肉の日でした。イエーイ。イカ水がギャラいい感じになるわ、マジで。あとは頑張ろう、ここの売り上げを上げるために。え、だってさ、お客さん来ないからさ、売り上げ上がらなくない。そうだよ、頑張ろうぜ。このね、家賃代とここの前、これ夜バーやってたんだけどね。そうやってたけど ね、 ね、一瞬だけね。一瞬やってたよね。そう、夜はバーで。そう、一瞬ね。ちょっとね、コロナになっちゃってね、ちょっと夜の営業をね、ちょっと夜ダメになっちゃって、ね。今時間、日本はもしかしたら20時40分かもだけど、今の時間ね。すごい、カフェは昼なんで。そうですよ。さあ、明るくやってます。あ、そうだそうだ、これは、あ、ありがとうございます。原油、オイル、いつものありがとうございます。毎月食ってないんで、最近久しぶりだったね。久しぶりでしたね、うん、最近全然。先月行ってないもんな。久しぶりだもんね、この前の仕事もね。うん、久しぶりだったからね。久しぶりだった。仕事からの、そう、あの、美味しいもの食べて私の機嫌を戻して。そう、まあ前の仕事のギャラなんでね。何もギャラ払わんじゃん、いつも。
ギャラ。これのギャラじゃないんだ。そうそう、お前の仕事のギャラ。あ、そっちなんだ。そうだよ。困ったな。10名様来てくれてるって今日すごくない？あ、ありがとうございます。みんなファミコン見に来たんでしょ、もしかして。ありがとうございます。なんか最近まだ1週間しか経ってないけど、どう？どう？ナイス。なんかタモリさんみたいな。タモリさんの方がもっと詳細な質問するよね。髪切ったとか。1週間しか経ってない。背伸びたとか。背伸びた。どこ行った？どこも行ってないな。1週間か。クーラー掃除しただけなの。あ、そうそう、ボイトレ行ってクーラー掃除して。ボイトレの先生が忙しいのか。そうね。最近神社行ってねえの？行ってない行ってない。もう教えとか、まあ、自分の勉強したり。何の勉強するの？ユースのボイトレ関係のね。もうかついボイトレの先生じゃん。 そうね、楽しいもん。あら、篠さんみたいだ。何キロ太った？何だろう、多分太ってはない。何キロ太った？3キロじゃない。一人で会話してんのか、みんなで会話してんのか分からないけど、今日3キロぐらい食ってたぜ今日ね、うん、多分食べたものはグッて入るけど、その分ね、スンってなくなるから。そうだね糖尿病の数値はね、安定してます。安定しちゃってるもんだから、うん、ついつい、うん、誘惑に負けちゃってるんですよ。食べちゃうんだよ。これね、このコメントね、多分いつも見てくれてる人が、あ、店長会話に困ってるっつって振ってくれてる会話だからね、これ。ありがたいありがたい、 ありがたいちょっと最近油断してんだよね。あら、そうなんですか。そうなんだよね。やっぱしちょっと甘いの食べたくなっちゃうじゃん。夏だしね。そうなんだよね。気をつけなきゃね。そう、私ね、未来の話なんだけどね。お、ワンピースカードゲームやってるって言ったじゃない。お、大会出るんだ。そういう大会があるの？うん。何を争う？カード。一斉のせいで出す。そう、一斉の。そうなの。それは何なの？なんかこうレベルとかがあるの？レベルとかはね、勝てるカードとか、どういう勝ち負けどうやって決める？なんかそのカードにもよるけど、ワン、そのなんかあるのよ。このここの枠のカードが全部なくなったら負けとか、そういうやつ。そういうのあるの？そうそうそう。で、全国大会？ね、地区予選。地区予選出んの？そう、地区予選大会。じゃあ全国大会がその後あるの？ある。勝ち、あの、勝ったらね。で、世界大会だ。そこはもう一旦ちょっと雰囲気見て、あの、物販買えればなぐらいの感じで。おー、強いやつ集めんと無理やん。じゃ、特訓してるから。へえ、七並べいいね。UNO いけるかな。UNO ね、うん、でも UNO っていうのは心理戦だからな。七並べもさ、心理戦だよ。そうだけどね、あと手札だもんね。結局出さないでね、こう見ていくみたいなね、うん、だからね。そうか、うん、じゃあ俺も出ようかな、それ。じゃあ一緒に出ましょう。何も持ってないけど。でも遊戯王カードとか やってたでしょ。やってない。やってないか。もう遊戯王知らないんだよ、俺の世代は。あー、まあ、そっか。遊戯王は下だよね。もっと下、うん、それこそね、私たちの子供の頃。そうそう、俺の時代はビックリマンチョコかのカードか、うんうん、野球カードだよなるほどね、うん、そういうことね。ビックリマンシールか、うん、野球チップスのカード。野球チップスね、うん、なるほどね。当たったら嬉しいみたいですね。当たったらアルバムがもらえるいっぱい持ってた。そういうことね。その後だよね、カードだ。で、カード出すみたいなのがすごい流行ったの。カードのガチャガチャみたいなやつか。それがガンダムとかさ、そういうのは流行ってたよね、うんうん、で、その後じゃない、そういう遊戯王とかそういうの。ポケモン、今やったらポケモンね。そうだ ね、 すごいね。ポケモンもその後だもんね、うん、まあ多分皆さんと一緒ですえ、でも全然皆さんでもやってる人いるでしょ。誰かとやってるの？やってるよ。オンラインとかでもやるし、交流会とかで知らない人ともやるし。だからね、野球カードはたくさん持ってるよ俺。あ、そうなんだ。マニアックなの。今ちょっと結構価値ある。いや、そうそうそう、価値がどんどん上がってくじゃない、うん、そう、ポケモンカードもやけど、我らが子供だった時にのカードが何十万何百万とかするね。うん、世界ですからね。それは結構自慢できるような野球カードはたくさん持ってる。あ、
しかも店長コレクターじゃない。そうコレクターだからね余計に。しかもコレクターでクソカードを、前も話したかもしれないけど、うんうん、クソカードをどうやってプレミア感をつけさせるのかって言ったらその本人に直筆のサインもらうのが一番いいんですよ。あ、なるほどね。そのクソカードにサインしてもらえば価値が上がるじゃんそういうのよくやってた、うん、なるほど。なんか価値が低いというかね、カードに。そうそうなんですよ。確かに本家がいるやつはねサインもらえるからね。直接もらいに行っちゃったもんね。うん、なるほどね。それこそポケモンカードとかにね何か書いたら価値下がるやん。そうだねまあね作者とかがね書いたら、ポケモンの作者とかね関係者が書いたらだったらいいかもしれないけど、ね、ああそうそう、今ね未開封じゃないとね。さらに封切っちゃいけないの。何入ってるか分かんないの。そうそうそう、確かに透かしてみる。でもねそれこそみんなのお家にある昔の何かが今ね価値上がってから、価値上がってるからね、かもしれないから。結構結構ねあるかも。ただまあ篠さんが好きそうなのはないね。残念だけどね。残念。そう、私はもうねあのどっちかというとコレクターとかっていうよりかはもうプレイの方だから。ああやる側ね。そうそうそう、なんならね、うん、ちょっと傷つけついちゃうからね。まあね。金消し、ね、金消しとか僕の夏休みで知ってる。そっち？僕の夏休みになんか僕くんが金消し集めた気がするな。金消し俺らの世代だよね絶対に。え嘘、めちゃくちゃみんな持ってたよ金消し、うん、金消しみんな持ってる。あ実家さ、そうだよ実家行ったらもう宝の宝庫かもしれないよ。そうだね。お兄ちゃんいたでしょ。お兄ちゃんいた。結構発掘するかもね。ちょっと待って、店長の時代めんこじゃねって言われてそれは古すぎべそれさすがに古いべめんこな。めんこもやってたけどね。あやってたの。めんこもやってたけど、でもめんこよりも後だよ。めんこってあれでしょ、バーンってやってピュンって裏にするやつ。あれうまくねやるとね行くんだよ。え裏になってる、あとねてるのちょっとねあれちょっといなんかで考えてるやつはさ、ちょっとセロテープとか貼るとさ、うん、うまくめくられないようにさ、それ細工してくるんだよ。ずるやん。ずるずるずるいのいるんだよめんこじゃないよ。どういうこと？ギリギリ。そう、あ、そうだね。で、同世代視聴者さんも言ってます。めんこじゃねえよってね。めんこじゃねえよ。あ、昔のシノのピンチェキも価値上がってるね。おお。10万ぐらいになってるかもよ。シノさんとそうだね、初期の師匠とかどうなんだろう。初期の師匠。一番最初に取ったチェキ。もう何年前かね。何年前？相当前。昭和だもんね。昭和じゃない。すごい、それはチェキあるんだって、うん、あるのかな。チェキあるよ。あるんだ、うん、チェキってすごいな。そうか、シロさんの若い頃は価値あるね。もうありまくりだね、プレミアだね。うん、探そう。急にコメント止まったじゃん、シロのチェキの話したらもうちょっと興味持って店長は竹の子族はもっと上ですよだって柳葉とかでしょ、ギバちゃんとかでしょ。ギバちゃんってくれる。竹の子族は上ですよ。俺もっと下だから。どっちかっていうとアムラーの方に近いから。あ、嘘やろ。アムラーシノラーの世代だから。そんなことないって。その世代だ。あ、ほんと、うん、に20代とか。いやいや高校生。あ、高校生。あ、そうなんだ。俺なんかね次の年ぐらいからねルーズソックスが流行ったみたいな。あー、なるほどね。そのぐらいですよ。90年代初頭ですよ。へー、あ、初頭？初頭？そうですよ。シノマルの10年前のシノマルのチェキ、ほら欲しいって人いるから、そういう人に高く売っちゃダメだけどやるのよ。10年前のシノマルの写真はある？ない。ある、あの昔のさ、うん、携帯にプリクラ貼ってる。それこそプリクラって薄くなってそうだね薄いやつ、剥げてるやつね。でも、チーマーだったんよねって。チーマーって何？チーマーも後からだ、そんな言葉できたの。チーマーって何？オラオラ系の。オラオラ系？チーマーではないから、うん、アムラーだからどっちかっていうと。アムラーなんだじゃあ店長の時代は靴下な、うん、何時代なの？ルーズソックスじゃない？紺のソックス時代だから。ルーズソックスが1個多分下世代からなんで
よ、うんうんうん、俺は高校ちょうど卒業したぐらいからルーズソックスってめちゃくちゃ流行って、あでまたこう戻っていくじゃん、うんうん、コンソックスとかに、うん、ぐるぐる回ってるからさ。いや私はねニーハイなの、ニーハイ、そのコンソールーズソックス多分ニーハイ時代が入って今もうショート短い靴下。なるほどね。そうどっちかっていうとそのヤマンバギャルとかがちょっと後の世代、うん、あルーズのちょっとあ違うギャルコンソのだから金髪先生の第1回じゃないって。どっちかっていうと俺らは3回か4回ぐらいの時だった。3回か4回3回と4回ちょっと間あるのか、ブランクあるのか。ちょうどブランク時代の時だよね。上田彩ちゃんとか金髪先生出てたもんね。その後だもんね上田彩はね。あーなるほどね、4回目とか5回目でしょ、うん、3と4の間がちょっと空いてたと、乙女くんとかね空いてた時だよね。そうですよ金髪見てたけどね。しのまるヤマンバも後だよね。バガールだったよ。しのさんはヤマンバだったんだっけ。そうですそうです。そうだよね、ガングロだよね。ガングロ頑張ったよ、頑張って戻した、うん、あれでも黒かったんかな、みんな本当に化粧で黒くしてるわけじゃなくて、日焼けしてたりとか、あとはまあ塗ってる人もいたけど日焼けがすごい流行ってた。最初ポスカとかで化粧してたんでしょ。そうそう、昔なかったからね。マジックで返すよ、すごいな。糊貼ったりとか。いやもう、まあ、お肌そんなことしたらお肌一日で死にそ う。みんなお肌荒れてるよね。丸いまんば、丸いまんばも丸のギャルだっておるでしょうが。しのさんってあれなの、若い頃から丸かったの。子供の写真ちょっと持ってきてよ。生まれた時から丸ですよ。生まれた時から丸なの。あもうコッペパン、コッペパンドンドンドン。なんかね、幼馴染の男の子と撮ってる写真があるんだけど、うん、それ持ってきてよ。男の子がねめちゃくちゃ可愛いの、女の子みたいな。横にふてくされた顔の首がない、うん、死ぬのがいるの。こういう顔した。それ持ってきたよやだよやっぱ丸なのかな。丸、いや歴代の丸見てみたいよね。あの昔の写真全部にらみつけてる、こうやってちょっとしのさんのさ、なんかこのほら結婚式とかよくさ、ほら小さい頃のねなんとかやるじゃん、うんうんうん、あれみたいにさちょっと、うん、今までの過程見てみたい。絶対嫌ですね顔同じだってなるのかな。あー変わってないかもね。あいやそれはないか、さすがに。いやでもまあまあまあ変わってはいるよね。最近落ち着いたよね顔がね。うん絶対変わってはいるだってこの第1回目から見た時おー若えってなるよ。大学時代の友達と会うと、うん、老けたねって言われる。お前もなって言ってやるただねやっぱ老け顔だった人は変わんないのよ。俺あんま変わんないよ。高校生ぐらいからこれだから全然変わんない、うん、そうやっぱね。そうか、子供っぽい顔だったらね、うん、上がっちゃうんだよね年とともに。でも篠田さんもう変わんなくね。何何さっきから変わんないって言ったり。いやだから丸は変わらないよ、うん、まあねその時の丸の度合いもよるけど、そのここのね、うん、フェイスラインとかよるけど。そうか、うん、見てみたいね。今度実家から送ってもらおう。実家訪問趣味だから絶対嫌ですもん、うん、警察呼ばせます。実家来たら警察に頼もうあそこの子ねって言うでしょうね、うん、丸だったよって言ってくる、ね、そんな感じで笑い方、あの声って変わらないよね。だからさ、そうかな、学生の時の電話するじゃん、うん、声はすごい変わんないから声ですぐ分かる。あ本当。で見るとあ老けたねお前もねみたいな感じ、うん、あ髪型だけやん変わってんのって。やっぱな、無駄になかったよね前ね。これぐらいまで伸ばしてすごい長かった。座った時に足太ももにつくぐらいあった時もあるし。あったね。でも良くないなって思った。バッサリもいったしね。そう今がほどほどになったのかな。うん次ねもうちょっと切る予定なんだけどね。お刈り上げる。そうなんかさ短い方がねいつもなんかシノのキャラっぽいって言われるの。その男性陣は分かんないよ、女性陣。シノのキャラって、うん、あーなんかシノって感じって言われるの短くすると。それは学生の時もそんな感じだったの。学生の時も長くしてガッって切って長くしてガッだから。ああ
美容院を浮かせるためだ。そう、まあちゃんと毛先はちゃんと切ってたけど大きく切るのは2年に1回みたいな。あー、なるほど。そう、オリンピックとかね、あの夏オリンピックは短いけどみたいな感じでやってた。そっか、うん、じゃあ今度写真展やろう。日の丸写真展。絶対嫌だよ。長い頃からシャンプー週1だったの。1日2回やってるわシャンプー。そんなに合ってたの？長いとね、やっぱね、ここだけ合ってたのか。ここそれはやばい。ここもちゃんとケアしないとね。トリートメントとかやってる。シャンプー代とか浮いたね、確かに短いとね。まあそうだよね。ほらまた黒髪ちおるけど。黒髪だったね、そういえばね。黒髪だった。どうしてそんなに不良になっちゃったの？昭和の人間だねって言われるよ、本当に。やめな。そうか。自分の髪の毛によだれ垂らして寝てたのはマジ。すぐ垂れるからね。とか起きれないの、自分の髪踏んでて、うん、体が起きないの、うっとーみたいな。なるほどね。そうっていうことがありました。そんな時もあったね。ということで、そう、シロさんはじゃあゲーム大会に出ると。あ、そうそう、うん、話戻したね、むちゃくちゃ。そうだよ。いや、なんかね、オム店長ってね、あ、なんか話すこと考えなきゃ、あーあーって言う割にはね、自分でね、いろいろね、話をね、切ってくのよ。切ってる？そうよ。戻したよ、今。戻したね、もう終わったじゃん、その話。そう、戻しての、うんうん、これですよ。どういうこと？エンディングノート。はいはいはい。これもう先週話したしな。うん、ぜひ YouTube 始めたよ。始めたってよ、うん、エンディングノート。終わったじゃん、話。出た映画って出たっていうな。出た映画だって。そうですよ。ああ、まだ1週間しか経ってないからな。話切ったから内容なくなっちゃったでしょ。切った。いや、もうそろそろ、うん、違うテーマねえかなと思って。なるほどね、うん、なんかある？あと、なんかあるかな、みんな何が聞きたいかい？なんで伸ばしてるかって、うん、ま、ゼルダを今日やるんだけどね。お、あの1時間やると目疲れちゃうのよ、我らファミコン。そうなの。なので申し訳ないけど、30分ぐらいトークして1時間やろうっていうふうにしたんだけど、前回なんなら9時15分ぐらいからゼルダやって1個洞窟クリア、目がちょうどよかったよね、うん、ね、1時間以上ね、このファミコンやるとね、もう目が疲れちゃって。そう、ね、でさ、前の配信とか見てもらったら分かると思うけど、後半どっちかもうね、死にそうになってんのよ。死んでる。あ、目が、うん、あーみたいな。やっぱりファミコン画像が荒すぎちゃってさ、そう、もうその後ちょっとしんどいんよ。あのね、コメントもね、うん、あるんだけど、コメント見てるやつがね、それすらもね、うん、見えなくなるのよ。そう、ぼやけてきちゃうんですよ。若手連れてこいよね、年だから。もううちら、よくないね。だから昔ね、ファミコンやってた時は30分までねって言ってて正解だと思う。あー、なるほどね。子供にもよくないと思う、あのこの画像ならさ。今のゲームはいいよ、今のゲームすごい。まあね、映画みたいやし、あのちゃんと離れてねやればいいけど、カクカクだもん、本当に。しかもはあの時ってちょっと離れると見にくいですよね、文字とかもね、見にくい。マジックジョンはオーナーが来た時に今出ます。そうそうそう、オーナーしかマジックジョンできないから。そうですよ、あれオーナーの持ち物だから。そうだよ、どっちかっていうとオーナーのファンの方がね送ってくださったやつ。そうなんですよ、うん、そうなんです。ブルーベリー、あ、ブルーベリー食べたい。あ、ブルーベリー目にいいっていうもんね、うん、ブルーベリー好き。でもそれは長期的にはいいかもしれないけどね、ちょっと一時的な、すぐには戻んないもんね。そうそうそう、オーナーのものよ。オーナーのファンの方が、オーナーがあのやりたいって言ってここに送ってくださった。そうなの。すごい。マニアックなカセットは結構まあまあいい値段したと思います。いや、本当に結構いい値段。あれ後半だもんね、ファミコンで。持ってる人少ないし、俺も初めて見たしね。まあ、もうスーファミにね移行してる人が多いぐらいの感じでしょ。そうなんですよ。そうなんだよね。と
ということで、どうドラクエ進んだ？ドラクエあれからできてない。できてないのか。うん、じゃあ全然進んでないです。進んでない。あ、まあレベル上げはしてるけど。ほうほう。くらいやな。じゃあ。そうなのよ。やるか。質問も来ないし。質問待ちだったんだ。そうだよ。やばい、みんな、え、そうなの？って今なってるから。今なら篠さんに何でも聞けるコーナーだったんだよ。ああ、じゃあ、だ、あ、タイムアップだね、それは。そう。残念。特に聞くこともないって。そう、もうね、篠とはみんなね、まあ、2週間に1回ぐらい顔合わせてるからね、もういいのよ。ただ、個人ではもう配信してる？してない。してないのか。うん。これだけ？いや、これでね、シノの顔見るからね。あれ、最近やってないの？なんか、前やってたよ、よく、個人配信。いや、なんか、ね、他のことしてたらね、個人配信する時間もないし、それが今、ドラクエになってるけど、ドラクエの頻度も減ったよね。なるほどね。サイズ聞こうとしてた。惜しかったね。何のサイズ？タイムアップしちゃったよ。頭のサイズ。頭のサイズ、私、めちゃくちゃでかいよ、ちなみに。これ。この円が、円周？そう、円周がどのぐらいあるのかすっごい気になる、ね、円周、みんなしのちゃんに興味持ってあげてじゃないよ、うん、これコメント書いてる人が一番興味持った方がいいよ円周よ、円周知りたいね。あと溶石、溶石どのぐらい脳みそが集まってるのとか小さそうの味噌めちゃくちゃ小さそうじゃない、面白いわ頭のサイズね。そう、そんな感じで。やばい、甘い飲み物買っとけばよかった。さっきアイス食べてたじゃん、うん、もう配信前にバレた。欲しい。なんか取りに行ったよ。密度高いかな、スカスカだよ多分、まあ、もうね、なんでかって目もうねしょぼしょぼすんだよ。疲れちゃった、今日疲れちゃった。早起きしたから。早起きしたから、ありがとう。ドトールだ。これは甘そうなの来たよ。めちゃくちゃ甘そうなの来た。ドトールのカフェオレだって。超甘そうじゃん。まろやかって書いてあるもん。ねえ。やるか、じゃあ。スポンサーついてないこといいことにね。やりますか。単なるお腹いっぱいで眠い。お腹いっぱいじゃないんだって。やりますか。お腹いっぱいじゃないの？あんなに食べて。これこっちこっち。なんかね、お腹は確かに重いよ。その量は入ってるからね。これつけるんだっけ、これ。そう、店長飲んだらやばいね、多分ね。これはもうアウトだから。糖分。上だよね、これ。あ、来た。あ、ゼルダの伝説になってる。素晴らしい。じゃあ、危ない。事故。なんか事故りそうになってたよ。事故るとこだった。ちょっとね、よっしゃ、ゼルダの伝説第3年、それはパソコンでちゃんと誘導しなきゃいけないけどさ。そう、うん、イエーイ。をシノ、2面まで、じゃあ3面クリアしたよね、確かに。まずね、一旦ね、操作になれるとこから毎回始まる。違うわ。あとね、このね、うん、あ、いなかった、まだ私。小さいコントローラーにちゃんと耐える。次、3つ目の洞窟行くんだよね。 その川がさ、これも隣、左行くと。左雨も飛んでくる。あああ左行くとさ、川もうダメじゃない。あ、なんだっけ、川ってどうやってくり登んの、これ、はい、でもあいつなんか倒したら、あ、ミスった。なんかくれそうじゃない。そうそう、あの川にいる、なんかあいつ倒したらで、なんか橋出てきそうじゃない。で、ちょっと待って。次、あの洞窟行きたいんだよ、その左側の。ああ、もうダメだ。一回ちょっと倒れちゃおうかな。これを倒すの、わかんない。レベル3はこっちって書いてあるもんね。このね、小さいコントローラーがね、手をね、外れちゃう。ごめん、上だ、上。ここ、左行って上？違う、さっきの、あ、そっちからも行けるのか。あ、そっちからも行けた。上行って、そこ左だ。左？うん、それ左行くと、追いかけてくる。こっちの川にあれなんじゃないかな。渡れんじゃないかな。さっきのところ渡れなかったじゃん。あ、ここで。ほら、渡れた。ここに橋があったわ。危な、これ。そうだった。おお。痛い。今のは私のせい。
妖精、あ、全開なんだ、下下下下かー見れちゃった下下、あ、左左左左左左左行って、その左行って、お、なんか、なんかすげーのと、そんじ、何それなんだろう、その洞窟なんか売ってんのかな、ちょ痛いなあ、入れない、これなんか売ってんのかな、あ、売ってる、誰、何これあれ、これなんか話しかけなかった、昔関係ねえのか、じゃあ出よう、で、左行って左行って下、迷いの森で積んだって、まだこれ、これ迷いの森じゃない、もしかして右、うん、右右、あ、いて、それ、そこ、わ、ここ入っちゃえばとりあえず、そこ、よし、3面だ、よしよし、来た、3面、3面洞窟、ふう、左ね、うん出た出た、このなんか上から見てるやつ、うん、左行ってで、ここ倒すと鍵が出てくる、あ、鍵あるじゃん、じゃあ上行っちゃおう、上行っちゃおう、あ、入れない、で、ここでも鍵がある、うわ、これちょっとめんどくさいね、このなんか、うん、このお化けみたいなやつね、あ、スライムみたいになってくんだ、ちっちゃいのいるよ、ちっちゃいの、分裂すんのかな、分裂してんだ、そこで全部倒さないと鍵が出てこない、ここね、うん、あ、跳ね返してくる、そこじゃないよ、さっきのお化け、あ、さっきのとこ、うん、が必要なの、そう、さっきのお化け全部倒したら鍵が出てくる、鍵も持ってんじゃん、2つ必要、なんかスライムになってからがさ、うん、ちょっと早いんだよね、うわ、いた、これまずいね、うん、これはまずいね、これまずい、でもここ鍵さえ取っとけば、うん、分裂すんのかよ、これめんどくさいね、お、なんかはまってるよこれ、絶対無理じゃんこれねえちょっと無理じゃんこれ、ブーメラン、ブーメラン、ブーメランだって届かない、あ、向こう反対側からしかもブーメラン倒すやつじゃないもん、そうなの、うん、あ、いけたわ、いけた、鍵出てきたよ、やったー、これ鍵ゲットしちゃえば、うん、安全、あとここ全部倒すと爆弾が出てくる、あ、出た爆弾、あ、これ、これ結ぶ、どうやって、これはどうやって倒すか、あ、一回じゃ無理だね、いけたわ、いったね、うん、じゃあ一応鍵二つ持ってっから、持ってから左行って上ね、上行って、もうこいつはめんどくさい、これめんどくさいからスルーしていいね、ほい、上、おおここ全部倒したら爆弾、うわー2個か、きちい、あ、正面で会っちゃダメ、正面に会っちゃダメなんだこの人たち、そうだね、だあああああ、むずい、正面やっちゃダメなんだよ、彼多分むずいんだが、コントローラー一瞬だけ大きくなんないかな本当にこの十字キーをうまく押せるか押せないかで勝敗変わるね、そうね、今だ、あ、おおむずい、これここ、これ多分正面切っちゃダメでしょ、おおおおおお、あ、正面ダメなんだって、だから、あ、正面来るんだもんこの人たち、正面来る、正面立っちゃダメってのは分かってんだけどな、頭では正面来ちゃうんだよな、むずいなこれ、結構、まあレベル3だからね、まあレベル2でだいぶ積んでたからな、あ、早くも、あああああ、まああと1しかねえよ、あ、殴ったらそっちに向くのか、あ、あれこれはここあの何分か続きますんでね、みんなよろしくお願いしますね、頑張ろう頑張ろう、あのゲームセンスがない私が一個ずつ多分進んでると思います、
思いますんで、よろしくお願いします。わかんないけど、いけー、あ、やばい、おお、ここだよ、よし、殴ったら、殴ったら変える。あ、正面ダメ。おいいね、3て後ろいいね、後ろいいね、あ、出た、爆弾1個出てきたよ、左左左左、てか爆弾の使い方わかんないからさ、こいつもいいんじゃない、そのまま左行っちゃう、ここあれ取って、あれ取って、もうそのまま上行こう、上、危ねえ、あ、ごめんごめん、左だったわ、左かい。左、鍵あるから左行ける、そう、これ飛んでくるからね、気をつけて、あ、そこにいたんか。しかもなんか上に、上がさ、真ん中に行ってる間、うん、通ったら1個しか来なかった、そうかそうか、まあ、あとは同じようにもう上行って、上ね、でもう、え、爆弾いるの、もう持ってるからいらんじゃない、おっとっとっと、邪魔だよ、上行って、左で、左左左、あ、2人しかいない、で、左、左ね、その鍵で気をつけねえと、あいつ飛んでくるよな、いた、オッケーオッケー、で、下、下、こいつら倒さなくていい、いいのね、うん、痛い、自分から行ったわ、今、鍵あるよね、開かない、開かねえのか、じゃあ倒さなきゃダメなのか、やだ、これブーメランが効かないんだよね、これちょっとめんどくさいよな、うん、いや結構大変だ、初見の人も懐かしいなって人もいるんでしょうね、うん、そっか、マップまだ手に入れてないんだ、マップはもう騎士マジで強い、最近もっともうちょっと意外、騎士なんて4手ぐらいやってるよね、多分ね、5手ぐらい必要じゃない、うん、騎士強い、ここはもう無視だね、左、うん、左で、次注意、左だった、左、おお、ここか、下行きてんだけどな、下行きたいんだよ、おお、挟まれてる、上じゃダメなの、あ、じゃあ上行って鍵取っとこうか、じゃあ一個一旦セーブしよう、セーブ、おお、お、新しいやついる、新しいやついる、あ、戻る、さっきも、そうそう、下行きたいんだよ、そこ、その扉、これもう開かない、こいつ全部倒さないと開かないかも、あ、なるほどね、これ一旦セーブできないよね、確かね、できない、上手くなってきてんじゃん、おい、あこのね、シュンシュンってくるのがね、まあ、鍵は取りました、そうだよな、うん、一旦セーブしたいよ、そこで、そうだね、うん、そこから始めたいよな、そうなのよ、そうそう、後ろから、ただね、方向転換してくんの、彼、あ、いえ、こんなとこでやられちまった、あ、おお、何者、はめられた、あれ、もうもうダメだ、一旦死ぬ、あいつめんどくさいね、そう、方向転換がやだね、後ろからさ叩いてんのにさ、シュッシュンって向いてくんのよ、1叩きすると向き変えるん、彼めんどくさいね、あー、ちょっとコメント見ちゃった、今日は洞窟で1時間です、よろしくお願いします、もうさ3面クリアしたらさ、うん、あれだもんね、終わりぐらいの感じだもんね、終わりだよ、うん、今日はここをクリアするのが目標だから、そう、でもあれよね、洞窟さ増えれば増えるほど長くなるってことですよね、多分ね、そうだよ、 OK、 左、そう、で一気を思い出せ、一気はね、あれよ、私左、とにかく A ボタンしか叩いてないからね、 B か、うん、
よし、あとこいつらを倒して、おっと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 、え私の動き読んでるよねこの人たち。難しいね、イカダまでいけないもんな。難しい、完全に私の動き読んでるね、ナイト。そうかな、うん、私が行くところにさ、うん、来るもんね。マリオみたいにワープないの？だって、おお、めちゃめちゃはめられてる。ダメだこれ。ないんですよ。ちょっと死にます。ね、攻略に必須のアイテムありませんって書いてあるから、ね。頑張るしかないんだ。自力で頑張るしかない、ね。騎士、あ、接近戦すぎる？え、どうやって離れて戦う彼と？くっついては離れて。爆弾使えってこと？でもここで爆弾使っちゃうとな、ボスでも使いたいじゃん。あ、はめられた。ところでその爆弾の使い方知らないの私。ほらセレクトをして。ああ、そうだ、うん。そうだったそうだった。あ、そうそうか。ボスで使いたいんだ。そう、ボスで使いたいんだよね。もう鳴ってるけどピコピコ。あと1個しかない。ウルトラマン帰っちゃう。こいつらだよ。これさ、でもさ1回倒したらさ消えるよね。そうじゃない。下さえ入れちゃえば。4回。5回やらなきゃいけないねえ、これしんどいな。いやすいませんね皆さん、同じところばっかでね。イカダがあるんだよあそこの部屋の。イカダがあるの、うん、イカダが欲しいんだよ。てかもう3つの、うん、ここではめられてるから最近気をつけて。私こいつが倒したらじゃあ頑張って。この人たち消えないでしょ。そうそうそう、うん、左。他に武器ないん？あるの？知らない。弓矢があるけど、ね、あ、弓矢だ。ブーメランって弓矢。弓矢使えってこと？いや普通に刺していけるじゃないのこれ。接近戦すぎるって言ってるよみんな。そう、あ、そうか。じゃあブーメランか。ちょっと危な。ブーメランはね、当たんない。当たんないの、うん、弓使えないって。弓使えないのか。矢がねえや。逃げろじゃあ頑張るしかねえんだ。後ろ向いてる時にやるしかねえ。そう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 。お、お、近寄るとさ方向転換してくるの嫌なんだけど。あ、待って、後ろだったらさブーメラン使えるってこと。あ、まあ、間違えた。もったいない、もったいない。セレクション、あ、こっちだ。もったいないことした。あ、ダメだ振り向いちゃったよ。あ普通に刺してった方がいいな。あ、ダメだ。うわ、爆弾もったいな。ここが一つの肝か。あ、なんか爆弾置けって言ってる。爆弾置くんかな、やっぱし。じゃないとキリがねえのか。置くんかな。なんかね、ボス戦が爆弾みたいな感じで来たけどね。でも7個もあるからな、1個使っちゃったけどさ。いや、マジで。ちょっと引きつけて何人かのところで。あ、大勢いるところに爆弾置きなさいって。そうだね。なるほどね。そうすっか。引きつけて。ちょっと私のね、うん、ナイフさばきがさ良くないからさ。セレクトしないで。はい、セレクト。セレクト スタートだねこれね。スタート、うん、よし。でちょっと引きつけて、引きつけて。何、どうやって引きつけんのこれ。今だ。ああ、え、一発じゃダメなんだね。ちょっとあとは戦おう。あー、バカバカ、私バカ、頼む。頑張ろう。ちょっと減らしていきたいですね。え、しかもさ一回さやった分さ、あーあー、もったいない。これでさ多分さ使った分農家になるでしょ。むず、ここちょっと難しいね。むずいね。待ってね。慎重に行け。それかそろそろさ、あのなんか売ってるところでね、うん、なんか鎧とか買わなきゃダメなのかな。あ、あのうちら鎧なしで来てるからね。普通に何の装備もなくて。ちなみに売ってるところでね、まだ買えません。うん、お金足んない？100何とかじゃなかった？そうだね。うん。やっぱしあれか。雑魚キャラ。いや、雑魚キャラをね倒してないからだね。やっつけてお金稼がなきゃな。そうそうそう。ああ、
振り向くのきついね。いやマジで振り向く。もうこんな、え、雑魚キャラ、え、何レベルレベル上げ必要ね。え、めっちゃ振り向いてくるんだけど。これ難しいね。あ、無理だ。これ難しいわ。え、やっぱ爆弾が正解なんですか、有識者の皆さん。でも爆弾やってもね、続かないもんな。ね、なんかあれでさ、2回か3回でマップは取りたいね。うん、マップは上にあるよ。マップ取りに行く先。うん。じゃあ上。あ、今。あ、今のところ。知恵袋で聞いてみよう。上。上。そのまま上。ここは上なんだ。うん、とととああはめられた、やばい。これはもうダメだ。そうね。上？上。あ、上行けないんじゃないっけ確か。行けないんだっけ？あ、行けたわ。なんかめっちゃ鍵ある。行ったことないこれ。これどっちだ？これ右。右。こいつら倒すと爆弾が出てくる。ああ、なるほどね。うん。こういうね、雑魚キャラをさ、やっぱさ、マップ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 取った。雑魚。あれ？ちょっと待って、これ。なんか剣飛ばすとかなかった。いや剣ね、飛ぶときってね、飛ばないときあるんだよ。そうなんだよね。なぜか。あ、今下だよ。下、あ、下下行く。で右。あ、ね、入る。あ、開かない。あ、またこいつ倒さないといけないのか。あ、結局だ。そうか、むずいないと。やっぱし装備買わなきゃダメなのかななんかね、1回目はね、うん、ほらさっきピューンって飛んだ時もあったんだけど、剣飛ばすとね。なるほど。もうね、ない。でもクリスタル、あれ出ちゃったよ外出ちゃったよ。クリスタル集めがね大変だもん ね、 そうだね。毎回出るわけじゃないし。じゃあとりあえず行くか。左、赤いとこに行かなきゃいけないのこれ。そう、あれがそこにボスがいる。なるほどね。そうそう、シャバの空気を吸いにね。上、こいつ全部倒したら残るのかな。確かにここでね引っかかること多いから、うん、ちょっと地道に行った方がいいかもですね。焦らず。そうだね。なんかさ、すごいさ、不思議な動きするんだけど、これほら何も出てこねえのかよでも倒せたわ。あー、戻っちゃった、3人に。関係ないからな。左、めっちゃ増えてるけどで、ここなんだよ。ここなんだよな。こいつだよな。ああ、うわ、超振り向いてくんだな。振り向くんですよ、意外とね。みんなやってほしい、意外とむずいから。そっか。まあ私のゲームセンスもあるだろうけど、今ここ誰も、あ、誰かいたわ。そうそう、一人でも倒したいんだよね。おい、戻ってくるじゃん、やっぱ。そうだね、戻るわ。オッケーオッケー。左。ここさっきね倒したもんね、一人ね。5回だったよね。うん、5回。5回刺さないと。いや、結構ですよね。さあ、ここだ。お、スムーズに来たんじゃないの？来たよ。いや、もうやるか。あと、ちょっと時間かかるっていうね。ちょっと引きつけて、引きつけて。そこら辺いいんじゃないの？いいんじゃないの？正面に対峙しない、うん、こういうことよ。ちょ危ない。もう誰がどうなってるかわからない、うん、地道に行こう。おお、上手くなってきてんね。おお、あっそろそろ爆弾置いてみたら。そうね。おお、消えてきた。ライフライフライフ、ライフ。
いい感じ、いい感じ。あ、やばいやばいやばい。こうやって削っていく自分のライフ。自分の命大事に。横からの方がいいな、後ろじゃなくて。あー、惜しかったな。かー、惜しかったな。横からの方がいいかもね。そうだね、うん、まあ後ろもいいんだけどさ。そうそう、後ろをね殴るとね、ピュンって振り返ってきてね、それでねやられてたさ。なるほど。そう、横から攻めよう。え、あれみんな生き返ってるよね、きっとね。うん、生き返ってるな、多分。くぅ、もう覚えたね。確かになんか体が勝手に覚えたね。確かにここだよ、ここだ、うん、よ、増えてる、一緒だよ。復活したな、横からね。ちょっと待って、正面だと、あー、ダメだ、縦に食らってダメなんだよね。あー、爆弾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 、ナイスナイス。危ない危ない。あ、でも爆弾だったら1回、あー、1回でお亡くなりになってくれるんだ。1回だった、うん、そういうことか。からほらほらほら、ほんとだ、もうちょっとでも、あ、1回じゃないです、使いすぎ、使いすぎ、使いすぎ、ちょっとボスで使わないと、もうそろそろ。ああ、もったいな、うん、じゃあもう使えないぐらい、あと1回ぐらいはいいんじゃない。5個あるから。いや無理だよ、1回で全員は仕留めれんて。これあれなの、爆弾出るところまた倒したら爆弾出んのかな。出るんじゃない。さっきライフのさ時もありましたよね、1回出ていい、これライフが結局さ3、あれ、しかもさライフさ5の時なかった？あ、あったよ、マックスの時、ね、ありましたよね。外にいる時はマックスなんだけど。あ、そういうことか。ここがもうダッシュ。オッケー、そうだ、でここだ、行こう。引きつけての爆弾だよ、うん、引きつけては来ないんだよな。来ないのね。そうそう、来ないの。あー、ダメだ、そこで OK。 おー、1人なんかちゃんと当たると1回であれですね。なるほどね、振り向いてくるのがきついね。そう、あー、ダメだ、もう1回やっていい？ちょっと、そうか、マス目が、そうですね、近くないと、あ、もう爆弾使えないよ。爆弾取りに行くか、行きたい。じゃあ、うん、左行って上行って、ちょっと待って、爆弾じゃなくてブーメランにして、うん、い、上行ってむずいなこれ。上行ってゼルダって昔からやっぱ難しいんだ。そうだね、みんなめげてたもんね。左行ってそこ上、ここが上、そこの上に行く。でここで、あれ、間違えた道。また左だ、左行っての、危なかったな。上行く。上ね。あー、ここ上？うん。で、右入る。うわー、ここ。なんなんこれ。で、ここで倒せば。あー、なるほど。これどうやって倒すのこれ？あー、ブーメラン倒すってことか。多分爆弾が出ると思う。変なとこに出られたら困るね、これ。そう。あ、でもブーメラン取れたんじゃなかったっけ、確か。あー、止まってる。ほら、よかった、7になった。しかもこれ開かないの、うん、開けちゃった。いや、行ったじゃん、さっき。あ、行ったっけ、うん、え、行ってないよ。行ってマップ取ったじゃん、ここの、ここで鍵取って、鍵以降、あれしました、うん、無駄遣いしました、鍵。そうなの、うん、1個使っちゃったもん、今あれ。でもいいよいいよ、だってここ次進もうよ。なんかここ切りないから。
あ、ここをやなくてもいいとか。それ下はイカダが出てくるんで、イカダがないと多分次に進めないんだけど。え、じゃあこれでしょ。え、じゃあイカダ取った方がよくない。イカダ取りたいんだけど取れないから先に上行って、うん、あ、戻っちゃう。あ、上ってそこ、左行って上行って他のやつ取っちゃう。上行って、うん、右行って、うん、でそのまままっすぐ、これさっきのとこでしょ。そうそう、右行って、うん、で、ね、上鍵ない。あー、そうだった、うん、ここで出るのかな鍵。あ、鍵出るかもね。これちょっと全員倒してみ、ひょっとしたら出ない。あー、ダメなんだ。あ、あ、痛い。出るかな。出なかったらいけないじゃんね。ね。上に。早い。あ、出た。よかった。出たじゃん。じゃあ必ず出るとこなんだここは。うん、で上。上ね。ここ全部開けたから OK。で、これなんもねえからそのまま上。あれ？これ倒さなきゃいけないやつか。くぅ！来るよ。来た。これ倒さないと開かないパターンだよね、多分ね。うん。扉が。全部じゃあ。でもこの横のやつはさ、倒せないからね、多分確か。あれ？どうやって倒すの？倒すんじゃない？え？どうやって？どうやって？ビヨーンって来た時に。え？どうやって倒せるのこれ？いや、どうやって？あ、ブーメラン、ブーメラン。ダメじゃん。倒せないのか。え、じゃあこれ開かないじゃん。ちょっと一回戻ろう。開かないね。また敵復活してるけど。これやったら鍵出るのかな。どうなんだろう。これ開かないね。ね。困ったね。開かないね。全然。困ったね。じゃあやっぱりイカダ行くしかないの？いや。この右行って、うん、マップを取ったじゃん、うん、あ、鍵出ないんだ。右行って、うん、爆弾で壁壊れるとこなかったっけって言ってるよ。爆弾で壁、今のとこじゃねえの。これあれだよ、全員倒さなきゃいけないやつだよ。あるねって言ってるよ、有識者が、うん、え、どここれ倒さなきゃいけないんだよね。え、でもみんなこれクリアしたってこと？すごっ。あ、死んじゃった。どこ？爆弾で壁壊れるとこ。じゃあこれ戦わなくてもいいの？あれ、滝の上のじいさんから剣をもらったかって書いてある。もらってないよ。滝の上のじいさんって誰？滝の上のじいさんから剣なんかもらってないよね。ね、先進んじゃった。この弱いやつでやってるんじゃないじゃん。私たちめちゃくちゃ弱いやつでやってるっぽいよ。滝の上のじいさん、滝の上のじいさんってえ、ちょっと今セレクトをしてみる。じゃあスタートボタンか。今装備どうなってんの？変な剣とブーメランと爆弾と使えない弓。変な剣って何？剣1個しかないよ多分。え、どこにいるのこの滝の上の。あー、間違えた。爆弾置いちゃった。あークリスタルタラス焼いちゃった。落ち着こう。もう爆弾使わないようにしよう。さっきスタートボタンで変えちゃったんだ。あー、クリスタルが。どこにあんのこの滝の上のじいさんに剣をもらったか。おー、触ると敵になってくんだ、これ。だんだん困っちゃう。触っちゃダメなんだよ。どこ滝の上のじいさんって。どこだろう。ここでちょっとレベル上げでもしとくか。レベル上げなのかどうかわかんないけど。拍手。
ああね、触ると起動するんだ。滝の上のじいさん、どちらにいらっしゃいます？え、外だからもしか、あ、最初になっちゃった。どこだっけ？左だっけ？あ、左、左、あ、左。左上？左、そこも左、上でもいいし、左でもいいよ。上行こう。上。うん、でそこ左。ここが左。うん、滝の上のじいさん、どこですか？わかんない。滝の上のじいさんどこにいんの？あれ滝の上のじいさんもらったっけ？忘れちゃったの？左？ちょっと上か。うん、まあ、左。誰か滝の上のじいさんの場所、下なんてないよ。下なんてないよ。左。滝の上のじいさん知ってますか皆さん？もう左、下。滝の上のじいさんでちょっとみんなググって。ここそこなんだけどさ、一回ここ入っちゃおう。ここ滝の上のじいさんと対峙しないと無理ってこと？いや、これなんだろうね。ヒント、滝の上のじいさんに剣をもらったか。え、滝の上もらったっけ？剣ってこれもらったかどうかわかんないんだよ、ね、今使ってるやつ全然わかんない。痛い。爆弾を体の中心で爆発させると一撃です。はいはいはい、やっぱ爆弾は必要になってくんだね。攻撃を当てるたびに手の数が減り高速化します。ああ。全ての手がなくなると倒せます。手がなくなってんの？全ての手。でもやっぱり攻撃の鍵は爆弾ってこと？そうだね、本当はね。まあうまくナイフというか剣で倒せたらいいんだけど、剣だと豪快だもんね。爆弾だと一撃で倒せる、うん、結構大変よねそれがね。こいつがね結構難しい。そいつはもう戦っちゃおうか。え、これと？イカダはもう後回しにして、あ、ボス戦行くってこと？ボス戦行ってみようか。上だっけ？うん、で、右。このシャビシャビ怖いんだけど。ボス戦行くか。右。あ、でも入れ、行けない。あ、そうそうそう。結局倒さなきゃいけなかったんじゃなかったっけ？そうだそうだ。上？うん、右。右か。ボス戦行くならここから来なくてもいいってことか。そうだね。でもイカダがないと次の面に行けないってことよね。多分船乗れないんじゃないの。ああ、なんで戻っちゃったんだろう。で、こいつを多分倒さないと、ね、倒したら開くんじゃないの。もう直行であそこ行きたい。右ってことはどこだろう。いや、今みたいに遠回りしないといけないんよ。え、そうなんだ。そう、途中で道が真ん中しかなくてさ。あ、そっかそっか。じゃあ頑張るしかないな。そしたらなるべく攻撃に当たらないようにして、はいはいはい、で左行って、左、みんなどうだっけってなってんだろうな。左行って、はい、で上行って、上、ここのナイトは強そうだけど、右行って、でもちゃんと倒せたらライフが出たりするもんね、彼は。そうだね。ここら、これいけないんだよね、だからね。ほんとだ。ないと。で、右だから。ここ右、うん、で、次？次じゃない。あれ？次か。右手の下行って、下行って。おお。で、右なんだ。そうそう、ここ全部倒して。これが。あ、ダメだ。ああ、めちゃくちゃ追いかけっこよ。でもあと1しかライフねえからな。つかないほうがいいか。うん、爆弾が出るところでまた全部倒したら爆弾出んのかな。出そうな気も。なんかさ、爆弾をさ回復しないとさ、ここの壁左って言ってるよみんな。あ、左？その爆弾で壁が開くとこじゃない？ここ？
ここ死んじゃったけど、左行っても普通になんかね2人ぐらいがね、うん、その壁が壊せるとこがあるねみたいに言ってる。どこがあるんだその壁は、どこ壊せばいいんだ。そこ教えてもらいたいわ。みんな覚えてないんじゃない。覚えてないよ。いやー何これ、分裂するだ。ちょっと待って。そしたら近道になるのにね、さっきのところが開くようになるってことだよね。あ、ちょっと待って、ここさもう一回ちょっと右戻ってさ、そこの左っぽい、そこってどこ。そう、ここの右なんだよね。あの、あ、さっきのここの右に置けばいいのじゃあ。壁を爆弾でとか言ってた。置いてみる。ここで開くの。開くのかな。やってみよう。もうこういうのはねやるしかないんだよ。こんな近い場所で行くかな。あ、ミスった。あ、開いた。さすが。すごい。あ、ここで変になんかさ、そうそう、わーってやんなくてもできるようになるんだ、うん、すごい、ありがとう。よくみんな覚えてんだ。安心して死ねる。安心して死ねるよ、ありがとう。さすが。さすが。なるほど。覚えてるもんだね、みんな、ね。すごい。すごいわ。これはみんながいなかったらあそこには行けなかったよ。これはしば覚えてないわ。すごい。これもうまた開いてなかったらちょっとしんどいな。あ、しまった。開いてる？開いてるでしょ。開いてた、開いてた、開いてんじゃん。オッケー、オッケー。で、こいつを倒そう。あ、怖い。落ち着いて行こう。三匹だから。お、爆弾出た。あ、後ろダメだな、立ったら。うん、横からいいね。うん。あ、いた。おう、あ、あ、あ、こっち向かないで。ああ、うわあ、惜しかったな。でもなんかいけそうじゃん。ねえ、爆弾で穴開けた、入ったなんて書いてあるコメント。ん、爆弾で穴開けて入った部屋を上に行って、その部屋の右も爆破できる。そうなの。全部爆破できるやん。行ってみよう、行ってみよう。どこどこ。上上、すごいよみんな。で、ここ右入った部屋の上行くの。上行って、さっき開かないじゃんって言ったとこじゃない。その部屋の右もバカできる。ここもバカできるって。え、ちょっと怖いんだけど、この子、ここの上、右、ここ右、ここの右、右に爆弾置くのがちょっと大変だな。そう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 、こいつ邪魔だからやっつけたら。オッケー。あー、もうすげえすげえ。すげえ。え、これ歩けんの。うわー、ボス戦だ、ボス戦だ。ない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 。爆弾も爆弾、爆弾、爆弾。あー、あっちめっちゃ爆弾投げてくる。おお、いったいったいった、ラッキーラッキー。ゴールしたんじゃない。ゴールしたじゃん。下下下、上上上上上。あれ、ゴールした、ゴールしたじゃんこれ。取って取って取って、やった。よかった、すごいねみんな。みんなすごい、よかったありがとうみんな。イカダ取ってないけど、ね、イカダ取ってないけど次進めないってことでしょ、うん、でもほらハートも増えたから、イカダ戦いに行ったらこれでさ、死んだら減るってことだよね。いや、ええー、しょ、これクリアしたでしょ。だからさっきのところでさ、ほら爆弾使っていいからさ。あ、いいっすか、爆弾解禁、うん、爆弾解禁で。ありがとうみんな。なんかすごいこと起きなかった今。上上、うん、なんかあいつの方が強いんじゃないの、ボスより。ボスだって一撃だったよ。ボス一撃だったね、爆弾一撃。あー、ミスった。おー、なんか飛んだ、左左。ねね、なんかさ一発目飛ぶんだけど、剣やった後にピューンって。そうね、だね、これ左左で、ここですよ、ここね、こいつ、うん、ここも私しっかり使っていくよ。行こう行こう。おー、よし、オッケーオッケー、いい感じ。
でも全然死んでないけど、いい感じ。怖い怖い怖い、みんなこっち来て、みんなおいで、みんなとりあえずおいで。あ、1か、全然死んでない。そっか、マス目でいけば、いければね。ああ挟まれてる、こういう時に爆弾だ。うわあ、ハト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 、横から横から痛い。よし、ハト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 、もうあと爆弾、爆弾なくなったよ、もう。なくなっちゃった、爆弾なくなったよ。爆弾でみんな削られてないか、大丈夫か。クリスタル、その取った。よし、あと一人、一匹、いったいった。あ、無敵、遅えよ、遅いんだよな。なんでいつも倒した後に。え、あ、おお、下下下下下下下おお、イカだ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 って。あー、ちょっとイカだ取って。イカだどこ。イカだ、そこの上にある。どうやって行くのあれ。右右で、そこ上。あー、今だ、やった、取った、イカだ、取った。戻って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 、いけ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 、次戻って生きて帰れ、そのまま帰れ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 、ウェ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 、右右右右右。あ、復活してない、よかった。おお、戻って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 、あー、下下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 下。わ、ここあれじゃん、変なやついるとこだよ、気をつけて。あ、まあこれで戻りましたと。出よ出よ出よ、うん、もうあるでしょ、ちょっとスタートで。いや、絶対ある絶対ある。今日のノルマ行ったんじゃねえの、行ったね。おイカダール、イカダールは爆弾もゼロになっちゃった、爆弾ゼロになっちゃったけどさ。しかも爆弾の横になんか、ん、弓右に行ってない、結構。だから本当はそこの間に爆弾があるよ。え、違う違う、爆弾の横に弓いたんだけど。あ、そう、爆弾がないもん。爆弾の横にもう一枠増えてるじゃん、これ。そうなの。え、増えてるよね、みんな。弓さ、さっきより右に行ってない。そうなの、なんかあんのかな。取ってないやつあるね、これね、完全に。え、勘違いかな。イカド、イカダでハートの器をしとく。トライフォースって2つ目、トライフォース、え、トライフォースってさ、うん、2つ目か。でもこれね、今ね3回洞窟クリアした。今レベル3クリアして、次がフィールドだ。覚えてないか。あ、クリア。じゃあついでにあれだね、え、イカダだね。イカダ、イカダ行こう。イカダ、イカダ次の時間じゃダメ。イカダ次の時間する、食らったけど。まあどっちにしろ戻ってさ、上上、右右、また洞窟ある。右、うん、すごい、ね、右右渡る、どこ、右右、下下右、どっか取り忘れてないかなって。ここの洞窟なんか売ってなかったっけ。まあいいか、右、売ってても買えないよ、38じゃん。そう右右、めっちゃ湧いてる。なんか取り忘れてそうだね、確かに。うん、何かを取り忘れてると思うけど、うん、右右、めっちゃほら敵変わったじゃん、次の時間にした方が良くない。ああ右右、まあ、ここまで来たから、もう死んだらもう、うん、右だ、はい、ここか。イカダ、いて、イカダ使う。いや、どうやって使うの。セレクトスタート、うん、いけないよ、上行かないの。うん、左下、左下、そこそこ。いや、使えない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 の。うん、どうやってイカダ使うのこれ。どうやって使うの。挟まれたよ、死んだ。書いてないの。どうやって使うのこれ。ここじゃないんじゃない。 でも矢印ここになってるよ。これ終わるにしよう。うん、ちょっと、うん、セーブ。じゃあ今日ここまで。いや、切りよかった、まあまあ、切りよかった、うん、
レベル3行ったんでちょっと調べとこう。なんかトライフォース取り忘れてるって。そうだろうね、うん、すご確かになんかさあでも40になってる、うん、すごい。だよくその装備でクリアしたねって感じだよね。なんか多分滝終わりです、うん、滝の人も行ってないのかな。そう滝の爺さん行ってどうなんだろう。なんか滝の爺さん会った気もするし会ってない気もするし、うん、ということで。あでもまあまあ時間通りに今日のノルマレベル3の洞窟だったから。よかったマジで。いやみんなのねあれ合ってたね。爆弾で穴開いたね。やっぱみんなの意見が大事なんだって、うん、大事大事。爆弾をちゃんと使っていけっていうね。ありがとうございます。すごいわ。次回もぜひよろしくお願いします。しのさんだんだん上手くなってるよね。なんかわからん操作がね、うん、難しい結構。そうあとこのトライフォースって何っていうのとなんか遊戯王みたいなねはめていってるよね。何あのじいさんでな誰みたいな感じで。じいさんさ初回に会わなかったっけ。それで剣持ったんじゃないですか。じいさんでいいんだっけ。わかんない。滝の上のじいさんって書いてあるんだけど滝のじいさん会わなかったっけ。滝の上のじいさんってどこ。剣くれた人。剣一本持ってるけどそれがどうなのか。でもこれレベル3のところに書いてあるんだよ。どうなんだろうわかんないや。まあまた次回やりましょ う、まあちょっとね続きはまた次回ですね、うん、次回いつだったっけですか。次回はですね20崖の上の魚って何 24、 7月の24日月曜日20時半から7月の24日っすね、うん、やっていきたいと思います。またねゼルあのトークを挟みつつ、うん、ゼルダの伝説このぐらいがちょうど目がまだ生きてる、うん、大丈夫そう1時間以内だね。いやぜひ皆さんまたあの次回よろしくお願いします。みんなのコメントでクリアを7月の24日で、うん、そしてその次の8月の何だっけ7日。8月7日、うん、詩の誕生祭。詩の誕生祭を8月7日にやりますので。ちょっと早いけどね。ちょっと早いけど、うん、なのでその日の夕方までに、ワルキューレさんに詩の誕生日宛てで詩の誕生日宛てワルキューレ宛てで、うん送って全然あのいただけると嬉しいです。何ケーキにしようかな8月7日です。誕生日は12日ですけどもちょっとお盆なんで。お盆なんでね前倒しでね死の誕生日係ね検証みたいな感じで。死の誕生日係までこちらまでよろしくお願いします。そうですね、うん、みんな何が欲しいのかい。言っといた方がいいよ。なんだろうな。パソコンでいいの。パソコンでパソデスクトップパソコンみんなで分担するからさね。前回ねマウス担当とかねキーボード担当とかあったけど。あったね。モニター担当とかねグラボ。グラボじゃない。俺はあの線線とか誰か一緒に併用するし併用というかねあのほらテレビアンテナつけないといけないから。テレビアンテナ。アンテナ線でアンテナつける、うん、アンテナ SSD ってあの SSD って結構結構重要なあのマザーボードとか。外付けハードディスクだっけ。そう外付け。あそう外付けハードディスク。本体ハードディスク高いからさ側担当ね、うん、あれなんていうの、 あの本体。本体の人。本体は高いよ。本体の人一番大変だよね。そうなるとね。いやもうお気持ちをいただければと思います。よろしくお願いします。もうこの年齢になってくるとね欲しいものが何かも分かりません。いやもうねいいですよ何でも。いいです。宛先はこちらです。出ないのか。出ないね、うん、こちらです。出ないのか。皆さんのね、うん、あ皆さんがしののことを覚えてくださってるっていう、うん、やっぱ食い物がいいの。なんだろうね あの腐らないやつだったら。腐らないやつじゃあ保存食みたいな。保存食乾パンみたいな。乾パン。あやっぱねトイレットペーパーとか日用品じゃんそれ。シャンプー洗剤とかね助かりますよね完全日用品じゃんそれクイックルワイパーとかね。そうだね、うん、じゃあ私もね楽しみにしててね。怖いんですけど。今回も3択を考えたいと思います。やだ毎年恒例しょうもないの来る3択です。でその中でやっぱり本気のもの面白いも の, のどうでもいいものどうでもいいものが一番怖い、ね、ちゃんと新品用ですね。あ新品なんだそこは。中古じゃなくてやっぱしこう。あよく、ね、なるほどね。もしか洗濯をしっかりする。やめてシルバニアファミリー以外。以外？なんでそこ。あと
返品禁止でお願いします。返品です。前回返品してるから。前回返品してる。シルバニアファミリー返品。その前も返品したからね。そう、ギフト券、あ、いいね。そうかそうか。延長コードスイッチ付き送り、お、いいじゃん。あのスイッチね、任天堂から出てるスイッチをくれるんかな。てなわけで、オム店長告知ありますか？あるんですよ。お映画エンディングノートの映画の、なんかこのお父さんがやってる YouTube がついに始まったんじゃなかったっけ、うんうん、確かそうね。もう確か YouTube、 オム店長が出てる映画ね、初年エンディングノート YouTube チャンネルが、うん、あの始まりましたんで ね、うん、ね、ぜひエンディングノート、エンディングノート、エンディング、エンディングだね、エンディングね、うん、エンディングノートって検索すると本気のエンディングノートがさ、マジのやつが出てきたんで、あのエンディングノートですね、エンディングノートね、ということでございますのと、あと歴史が眠るタマレンチャンネルをですね、うん、この間まで毎週やってきたんですけれども、はいはいはい、まあ、毎日投稿を1年以上やってきたんですけれども、ね、うん、いよいよ暑いのと、うん、蚊が大量に発生しているのと、うん、あとセミがうるさくなってきたということで、週1にします。お疲れ様です。9月ぐらいまで、セミが落ち着くまで、夏のね、夏休み期間ぐらいの感じだ、うん、そしたらね、うん、めちゃくちゃ今余裕です。いやそうね、毎日そこ大変なんだね私ね。うん、だって内容考えて一気に撮って、そう、ね、毎日編集して毎日アップしてっていうのをずっとやっぱしやってきたんだけど、いやすごい、それやんなくていいってなったら結構時間余るんだなと思って、ね、本当すごい、15分ぐらい、15分ぐらいの動画でもさ、10分か10分15分でもやっぱり1時間ぐらいかかるもんね、編集で、うんうんうん、熱中症にも気をつけていただかないと思って。いや本当にこの間ね、久しぶりに撮影しに行ったけど暑くて、いや暑いよ、フラフラでそのまま本当にお墓に入っちゃうぐらいの勢いだったんでまずいまずいのでね、ぜひ皆さんご覧ください。あとはシノチューブとコラボをいつかしたいんですけど、シノチューブとツイッチやってます、よろしくお願いします。やってんの？やってます。あのシノチューブとのコラボは夜中のタマレイエンか、うん、今 YouTuber で結構さ、タマレイエン肝試しとかやってる YouTuber いるじゃん。そうなんだ、いるいる、夜中歩こうみたいな、うんうんうん、何人かいるんで、うん、いやあんなレベル低いことやんないよ、もっとすごいところあるタマレイエンなるほどね、せっかく夜中行くんだったらこの道通れよみたいなのがいくつかあるんで、うん、あるんだ、ダメだ、私行くと近所迷惑になりそうだから、うわー叫ぶから。大丈夫、叫んでんでもたまにドラマ練習してるから。あー、じゃあ大丈夫だ、全然、だって東京ドーム27個分だよ。それは大丈夫、悲鳴やったって誰も助けに来ない。そうね、逆にね、悲鳴やって助けてくれたら声通ってるなって感じだ。みんななんかね、音楽の練習とかしてるから、いいね、うるさくないから、それはいいことだ。なので、まあ、そんなわけで、そうだから、そこら辺のなんか肝試し YouTuber みたいな、うん、あんなルートじゃなくて俺がもう本気のルートがあるんですよ。すごい、オム店長の方が200本以上上がってるじゃん。200本、うん、何が YouTube475 本で、私のチューブ204本だって、うん、ああそれは毎日投稿してたもん、ね、確かにね、1年以上ね、1年以上、まあそんなわけでね、見ていただければ嬉しいです。そうだ、それはね、シノチューブでね、ちょっとコラボしたいなと、夜中、うん、心霊系苦手、お墓系苦手全部 NG じゃん、お墓苦手、夜のお墓苦手。でも御朱印好きでしょ。うん、まあそんなわけでね、あそう次回7月の24日、はい、4日月曜日、お待ちしております、はい、ので2週間後、8月7日市の生誕祭、よろしくお願いします。よし、考えよう。よし、みんな楽しみにしてて、みんなもよろしくね。今日はみんなコメントありがとう。ありがとう、助かりました。またゼルダやりましょう。やりましょうということで、今日は終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。